ブルクテリ族の本拠であったトイトブルクモリブルクテリ族は紀元前100年頃から350年頃までリッペ川とエムス川の間にあるトイトブルクモリ一帯に居住していたゲルマン人の一派である。ブルクテリ族が名前が文献に現れるのはダイドルススによるゲルマニア遠征となりこの際はローマ帝国の勢力下に置かれたがアルミニウスをリーダーとする ゲルマン人の対ローマ同盟に参加し、ローマ軍を全滅させた、紀元9年のトイトブルク森の戦いにも参戦した。15年、ゲルマニクスを総司令官とするローマ軍による、ゲルマニア遠征では、ローマ軍のリキウスステルティニウスに、ブルクテリー族は敗北し、ローマ軍によってブルクテリー族の集落を襲われた上、トイトブルク森で、戦利品とした、ローマ第19軍団の銀は柴田も奪い返された。 69年からのバタビィ族のガイウス・ユリウス・キウイルスを首謀者とする反乱にも参加したが、この際にキウイルスへ影響を与えたミコエレダは、ブルクテリー族出身であったと伝えられる。その後も、ローマへの抵抗を続けたものの、元来より小規模であったため、より規模の大きな同じゲルマン系のフランク人へ吸収されていった。ブルクテリー族の歴史は、ゾウストでうかがい知ることができる。 ありがとうございます。